どうも、たまびです。ゴーホークトーク。さて、今日はですね、ラーメン作りました。名古屋で有名なね、和風豚骨味スガキ屋です。スガキ屋さんのラーメンを作りました。ではね、ちょっとチャーシュー丼みたいな感じですけども、食べていきます。うまいな。こんなに調理はまさか喉にね詰めそうなんで、ゆっくり食べます。ねえ、最近ね、なんかね、酔っ払うと、去年前のことするんですよ。最近はね、もう寝ようと思って寝るじゃないですか。そこで朝起きてみたら、冷蔵庫の中に書類とか、なんだっけな、そして窓拭きスプレーね、缶ごと冷やしてるんですよ。なんでこんなことしたのかなと思って、ね、缶ごとですよ、缶ごと。出した時はもうキンキンに冷えてましたね。まあ想像すれば面白いんでしょうけどね、まあ、それが実際にそうなってるかな。ニンニク、いい匂いだ。
と遊んでるんですけども、その人は、この店大学でですね、稼いでいこうと思って、車乗って行くんですけども、その日は遅くなってしまって、もう、寝るとこがないって言うんですよね。もちろん、どこも部屋いっぱい入れなかったし、こっちもお金持ってないから、なんかね、無ホテルって言うんですよ、無ホテル。いわゆる今で言うラブホテルなんですけどもね、当時はモーテル、モーテルって言ってたんですけど、そこで泊まって、男二人が入って、一晩を過ごしたんですけども、わぁー、お前やっぱ難かったな。あぶね、この中に住めるところだった。こういうね、疲れそうなものは、気をつけないよね。で、卵、これはね、味玉にしようと思ったんですけど、ちょっと早く作りすぎたんで、ゆで卵だ。ゆで卵。いきます。もうコロナで大変コロナしますよね。本当に。まあ、輸入はね、かなりするみたいですけどね。まあ、高齢者とかね、医療従事者の方っていうのは、それは当たり前のことで早くするべきだと思うんですけども、ワクチンは接種しないとダメですよね。何かにとして、やっぱり昔のスペイン風邪、これ今で言うインフルエンザだけども、ミスになのかな。なかなかすぐ認証できませんよね。そんなこんなといろいろありますけどもね、頑張っていきましょう。お腹いっぱいです。それでは今日もいただきました。では。